いろいろな種類のダイナミクスがある。複雑なものも簡単なものもある。このパラメータ A に依存する空間のベクトル場を見てごらん。A イコール 0.3 で始めて、たくさんの初期値に対し、その後どうなるか見てみよう。しばらくすると、すべてが周期軌道になる。ここにはカオスは存在しない。もちろん、SRB 速度は存在している。すべてがやがて平曲線を回るからだ。パラメータ A を徐々に変化させよう。見てごらん。 A イコール 0.335 に対し、平軌道は二重に分裂する。依然としてカオスは存在しないが、2倍の長さの周期軌道がある。それから A イコール 0.380 に対し、周期軌道は4倍になる。それからそんな風にどんどん変わる。A イコール 0.405 に対しては、運動は複雑でカオス的になる。しかし、驚いたことに、パラメータ A をさらに増加させると、時々予告なしにカオス的なダイナミクスが消え、単純になる。ダイナミクスはまた周期軌道になってしまう。この分岐現象はどう理解されるのだろうか。自然界で最もよく起こる現象はどういうものなのだろうか。カオス的だろうか、非カオス的だろうか。これは全くわからない。何世紀もの間、カオスが存在しているとは考えられていなかったのだ。そして今は至るところにカオスがある。A の各値に対し、アトラクターの位置を判定しよう。それを赤色で描こう。パラメータ A を変化させて描くと、図はレース編みのようになる。これを分岐図式と呼ぶ。美しい図だ。しかし、理解するのは容易ではない。ここに別のダイナミクスがある。もちろん数学者は常に成立する定理を求めている。しかし、具体例の研究から始めることも多い。数学者は簡単な例で成り立つことが一般に成立することを望んでいるのだ。ローレンツの考え方、つまり SRB、シナイ・ルエル望遠速度に戻ろう。軌道が一つの球を通過している時間の割合は、初期条件の取り方によらず、同じ極限値に収束する。このことが常に成り立つと予想してよいのだろうか。それでは話がうますぎる。実際、それは成り立たないことが、これから説明する望遠の簡単な例からわかる。この平面上のベクトル場を見てみよう。3つの平行点がある。
から軌道をたどろう。しばらくして一つの平行点に近づき、それからもう一つの平行点に近づく。軌道が平行点に近づくと速度が遅くなり、平行点の近くにしばらくとどまる。それから他の平行点に向かい、その平行点の近くにもっと長くとどまる。それから最初の平行点のもっと近くに戻ってきて、そこにさらに長くとどまる。それを繰り返す。ここに緑色の円盤を取り、この円盤を通過する時間を観察しよう。そうすると長い時間その円盤にとどまるので、滞在時間の割合は 100% 近くになる。それからもっと長い時間その外にいるから、滞在時間の割合はゼロに近い値に落ちてしまう。その後また 100% 近くに増加し、また減少し、これを繰り返す。これは全く収束しないことがわかる。シナイルエル望遠速度は存在しないのだ。それではどうすればよいのだろうか。この考え方を捨てるべきだろうか。ローレンツは間違っていたのだろうか。そういうわけではない。この例は非常に特殊なものだと考えなければならない。ベクトル場をこんな風にほんの少しだけ変形すると、変形したベクトル場にはもう問題は起こらない。新しい軌道は平面上動き、やがて周期軌道に近づく。だから統計的には全てのものは周期的に動く。このベクトル場はシナイルエル望遠速度を持つ。だから問題とすべきは、 SRB 速度が全てのダイナミクスに存在するかではなく、ほとんど全てのダイナミクスに存在するかということだ。しかしここで再び流行る気持ちを抑えなければならない。このベクトル場を観察しよう。軌道を見てみよう。これはうまくいく。軌道は蝶の図形に近づいていく。前に見た通りだ。初期条件がゆっくりと青色の軸の上を変化すると、思った通りに全てが連続的に変化する。軌道は少し多くの時間が必要となるかもしれないが、同じアトラクターに近づき、統計的には常に同じように動く。しかし、予告なく突然驚いたことが起こる。軌道は違う場所に近づく。元のアトラクターとは全く関係のない別のアトラクターに近づくのだ。空間が2つの領域に分けられているようだ。1つ目の領域から出発すれば1つの蝶の図形に近づき、2つ目の領域から出発すれば別のものに近づく。言い方を変えると、初期条件によって統計的な極限が変わるので SRB 速度があるとは言えない。しかし2つの SRB 速度があるとも言える。ある初期条件では統計値は1つ目のものになり、別の初期条件では2つ目のものになるのだ。1990年代にブラジル人数学者ジャコブ・パリスは考えるべき問題のすべてを整理した。もしこれらの問題が解ければカオスの全体が理解できるというものだ。その中の一つの問題が、先ほど出会った状況は典型的なものだという主張だ。
どんな次元の空間内でも典型的なベクトル場はアトラクターの数が有限個であるという性質を持つはずだ。典型的な初期条件に対しては軌道はアトラクターの一つに引き寄せられるはずだ。それぞれのアトラクターは市内で得る望遠速度を持ち、そのアトラクターに引き寄せられる軌道が前近する統計量を記述しているはずだ。多くの数学者が精力的にこれらの予想に取り組み、少しずつ体系的な解決が進んでいるようだ。全体の様子が明らかになってきたようだ。この考え方は楽天的すぎるだろうか。時間が解決する問題だ。決定論が各軌道の動きを決めるものとは現在ではもう誰も考えていない。それは軌道全体の動きを決めるものと考えているのだ。軌道の初期条件への鋭敏な依存性は軌道全体の統計的な安定性により埋め合わされている。1783年にビュフォンはこのことを予見していたのか。全体を理解しなければならない複雑でカオス的な世界についての素晴らしい文章を書いている。すべてが生じる。なぜなら時間がすべてを合わせ、空間の自由な広がりの中で、絶え間ない動きの中で、すべてのものが混ぜられ、すべての形態を与えられ、すべての形相を与えられる。そしてすべてが近づき、離れ、すべてが集まり、散らばり、すべてが組み合わさり、反発し合い、すべてが生まれ、なくなる。それを起こす相互の引力と反発力という力だけは一定で、傷つけ合うことなく均衡し、宇宙を動かし、常に新しい場面に変わる、絶え間なく再生する物体の舞台を作り出すのだ。